青山博之は、日本の建築構造学者。研究部にや、建築構造、材料。日本地震工学会初代会長。日本原子力発電株式会社、関西電力株式会社、独立行政法人日本原子力研究開発、気候耐震指針検討分科会を、設置時に主査。東京大学名誉教授。東京大学を退官後は、日本大学理工学部。 総合科学研究所教授、日本建築構造技術者協会名誉会長、公益財団法人科士の目カ理事長、青山耐震フォーラム代表、他に日本建築学会関東支部長なども歴任。著書に、マトリックス法による構造解析、鉄筋コンクリート建物の集局強度型耐震、設計法、構造実験と構造設計、 コンクリート系構造の設計、鉄筋コンクリート構造計算基準、同解説、性能評価を踏まえた、免震、精神構造の設計デジタルアーカイブで、1968年、トカチオキ地震の被害調査と研究建築界に与えた、先端破壊の衝撃など、1977年に、日本建築学会小論文書、 鉄筋コンクリート構造の耐震性の高度化に関する一連の研究と国際技術交流に関する貢献で2007年日本建築学会賞大賞受賞ありがとうございます。